はい、皆さんこんにちは。ミツトのゲーム実況です。本日はですね、初心者向け生物解説の動画になります。今回解説する内容は原神を始めたばかりの人向けになります。より詳細な解説が希望の方は中級者、上級者編の動画を後日アップロード予定ですので、そちらをご覧ください。こちらをご覧ください。右の赤い枠に囲まれた部分がセット効果になります。こちらすでに条件を満たしている場合は文字が緑になります。カッコ3と記載があるこちらは同じ種類を3箇所装備していますよという意味になります。初心者の方々はまずこのセット効果を意識していきましょう。では具体的に序盤は何の生物を装備すればよいのか。序盤の場合、手に入る生物は、冒険者と医者のシリーズになります。個人的におすすめなのは、冒険者の2セット効果。体力がプラス1000されるため、純粋に生存率が上がります。また、バーバラを持っている方は、元素スキル、元素爆発での回復が、バーバラ自身の最大 HP に依存します。そのため、冒険者を装備しておけば、序盤の回復を強化できるため、生存率が自然と上がってくるでしょう。少し進めると、幸運、強戦士が手に入ると思います。幸運は2セット防御プラス100、強戦士は2セット会心プラス 12%、序盤は4セット効果より、2セット効果のが強いです。そのため、2セットを2つ装備していくと安定しやすいでしょう。はい、いかがだったでしょうか。初心者向けの生物の解説動画は以上になります。この動画が良いと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。